ストライクドキング、コルチャルミオです。コルサです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は、非属性ランキングやっていきましょう。いやー、これは、1年に何回あるかないか。ないか。うん、あるか。1回はあるか。うん、1、2回やってるよね。たまにやってる。たまにやってる。はい。で、まあ、今年ももう、まあ、11月25っていうことでね、今25なんですけど、もう後半ですよ。まあ、そろそろちょっとランキング付けしていこうかなと思いまして、今回は非属性からいきたいと思います。はい。まあこれ順次ね、属性ごとやっていくんで。はい。お楽しみ。ちなみに対象は全キャラです、非属性。これ全キャラです。このランキングもコラボとかはもうすべて、期間限定も全部含め。はい。やっておりますので、まあ今のところの個人的トップ10を属性ごとの。まあ今撮影時点が11月25なんで、ここまでディスコしてるキャラ。ここまで実装。で、もしかしたらこの後非属性追加あるかもしれないけどね。それちょっとランキングね、変わるかもしれないけど。まだワンチャンコラボもあるしね。うん。そうですね、まあ、あとアルファが入ってきたりするかもしれないけど、まあ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 、まあ、ほぼ今年のトップ10っていうことでいいでしょう、属性ごとも。はい。で、まあ評価基準なんですけど、まあまあ難しいところいけるとかね。あとまあいける範囲だとか、まあ普段使いやら、はい。まあもう、こいつ、ちょっと強すぎるわ、ここで、みたいな。うん、とかもうほんともろもろ評価して、ランキング付けしてます。宮坊くんの個人的なね。俺個人的な。だから俺の体感もやっぱ入ってるんで、はい。そこのところはご了承ください。はい。じゃあ、ではまず、10位からやっていきましょう。はい。第10位は、泡盛になりました。わぁ、これは。なんと、工場から来ました。で、まぁ、泡盛の特徴といけし、まぁ、特徴というか、いけるところっつったら、もう、近畿の深淵っつうのが、はい。パーッと出てきますよね。なんならもうそこだけ。今、ぶっちゃけ。けど、まあ、そこで偉すぎるってことだよね。ここで偉すぎる。マジでね、代わりがいないレベルになっちゃってるので、今回は10位に、まあ、現環境だったら、ランクインしてくるんじゃないかなと思いました。合わせギャラとしては、やはりミカエルね。はい。こちらとの合わせで、とんでもない、なんか、まあ、シナジー効果ね。ぶっ壊してるということ。まあ、安定感にしろ、まあ、速度感にしろ、まあ、黙々では結構環境を変えてくれたキャラですよね。まあ、工場キャラなんですけど、はい、かなり器用で、まあ、いい相方もいるっていうことで、今回第10位にランクインしました。今後も全然あるでしょうね。まあ、彼女が無双する限りは。はい。まあ、でも、こいつ個別にもやっぱ4ターンでやっぱ反射を選べるっていうのも偉いんですよね。そうだね。うん。いろいろと器用。まあ、コピーなんで別に、まあ、ミカエルが今一番いいんですけど、他との合わせも全然考えられるよね。キラーさえぶっ刺さってしまえば。そうですね。これだから、僕の部分でね、はい、キラーとの相性もいいですからね、ミカエルに限らず。そうなんですよ。はい。なので、まあ、ちょっと、限定をいろいろ、まあ、一応差し置いても、工場が入ってきてしまったっていう感じですね。第10位、泡盛。はい。第9位は、聖徳太子でございます。あの聖徳太子がここまで来たか。いや、逆によく残ってる。いや、まあ、そうじゃない？ああ、そうだよね。はい。まず、聖徳太子なんですけど、まあ、適正クエスト。まあ、今現状でも裏28ずっと降臨しておりますね。はい。まあ、聖徳太子、ある程度、つうか、まあ、普通に強いです。まあ、あとは超究極のエンペリオスとかね。はい。そこら辺の超究極クエストにもいける。まあ、シンプルに前に殴るステージだったら、やっぱり聖徳太子はやっぱ1枠。あ、前に殴るステージか。聖徳太子行くか。みたいな感じにもうなっちゃう。そのレベルで強い。はい。まあ、だけど、まあ、9位にした理由としては、まあ、最近はなんかちょっと、他のキャラとかの事情もあって、なんか使う機会も減ってきてるんで、はい。まあ、しっかり強いですけど、他のキャラとのあれで合わせてね、落ちてきてしまったかなっていう感じ。弱点ドンとかもめちゃくちゃ強いんですけどね。スペックだけ見るとね、もっと使ってもいいんだけどね。そうそうそう。で、まあ、友情も強くて、やっぱダッシュスピード型っつうのもいいよね、これ。そうね。かなりの機動性を誇っているんで、この機動性に関してはなんか、今のこの、ね、環境の中でも、もう、めちゃくちゃいいもん持ってるな、と。ほんと、やれること自体はね、ほんと、追っついてるよね、まだ環境は。ね、足が速いから、雑魚処理もできて、さらにボス化力も出せる。で、友情も強いって、まあ、結構、3番ショートって感じ。もうね、性能がいいっすよね。いいっすね。はい、未だに強いとは思います。もうちょい適正クエストもらってくれたら、もう、まだ高順位にね、収まる可能性はあるかなっていう感じだけど、現環境ではこんな感じだと思いました。第9位、聖徳太子です。はい、第8位は、エビス。こちらにしました。エビスも頑張ってますね。エビスめちゃくちゃ頑張ってます。はい、まあ、聖徳太子が第9位で出てきたんで、ここら辺の順位はかなり迷ったところではあるんですけど、エビスに関してはやっぱりコピーバランス
属性キラーっていうところもありまして、まあ環境が上がるにつれてなんかこれ友情評価はあんまり下がんなかった。うん、うん、なんならエビスの合わせめちゃくちゃいいじゃんみたいなところも、まあ例えば天馬さんの先ほど煉獄との合わせとかね、ありましたね、ありましたし、まあ今のなんかやっぱ強いキャラと合わせられるっていうのはこいつの武器だなと思いました。でやっぱりバランス属性キラー超マインスイーパー L っていうこともありまして、うん、すごく殴りも未だに健在という感じなので、まあ未開とかでもちょいちょいもらってるんですよね、なんか最新目のね、はいはいはい、まあそういうところなんか結構なんだろう、適正とかもちゃんともらったりして、エビスは今でも全然生きてるなっていう感じがします。まあ、一時期と比べると多少したけど、やっぱこのキャラもやっぱ強いですね。まあ本当出た時とか本当とんでもなかったしね、うん、はい、でもその時のやっぱとんでもなさ的にまあ今も残っちゃってるっていう感じだね。はい、聖徳太子よりもやっぱりギミック適性を多くもらってるんで、今回は第8位にしました。はい、第7位なんですけど煉獄でございます。はい、煉獄なんですけど、まあ結構比較的最近かな、まあ天馬さんでまさかこんなに友情が強いとは、天馬8でもなんか友情でプニカシ処理するわ、とにかく友情がやばすぎる。このツインインボリュートスフィアの超バランスの属性キャラですね、これがやばすぎていろいろギミック超えてやばいことをしてると、うんうんうん、やっぱりモンストって友情で破壊できればもういろいろ関係ないんで、一番楽なんだね、それがね。そうそう、友情が強いからもう適正みたいな感じになるじゃないですか。はい、だからしっかりその息のものを持ってるんで煉獄っていうのは評価高いな。やっぱり耐性とかも偉いよね、これもいける幅広げてるかなと思う。で最近に関してはやっぱりヒダメージが痛いクエストも多いんで、やっぱ耐性っていうのはさらになんか評価は上がってんのかな近年とは思います。プラスでまあ一応ワンパン性能とかもあったりしちゃう。まあできることが多いね、やっぱ。できることがかなり多いです。はい。まあ、なので煉獄っていうのも、まあ結構考えたんですけど、これぐらいにいるのかなと思いました。はい。ユメクタイヤも素晴らしいです。本当友情が強いっていいね、モンストキャラで。うん、うん。いろいろ楽です。はい。煉獄第7位しました。はい。第6位は、鬼丸クリツナでございます。でも第6位が鬼丸よ。確かにだいぶ変わったなって感じ。うん、もう別に去年までだったらもうナンバーワンクラスだったと思うんで、まあ鬼丸もまあでも全然残ってるなっていう感じです。はい。で、まあ天馬さんの個人的ナンバー2です。未だに。はい。まあしっかり殴り特化のキャラなんですけど、やっぱギミック対応的に難しいところにもらっていたり、あとは無理やりやっぱスピードアップとしてね、補助で使えているっていうのがかなり器用で、はい。いいかなと思います。SS のやっぱ回転とかも良くて、まあやっぱり無理やり連れていくっていうところもあるんで、はい、すごくいいっすよね、こいつは。やっぱ未だにね、やっぱ殴りのスペシャリストですよね。そうなんですよね、こいつ。うん。やっぱパワーフィー、高スピアップ属性キラーで、SS の速度感で暴れ回れる、うん。これで数々のクエストを壊してるのを見ると、やっぱり鬼丸っていうのはめちゃくちゃ強い。で、まあ殴り特化なんで、替えもちょっと効きづらいかなっていう。ギミック対応的にはやっぱ偉いよね、マインダメオ魔法陣っていうね、やっぱりダメージ受ける系に対応してても、やっぱりそのサポートしてもつけにできやすいっていう、まあ今でも健在かな、普通に。はい。まあ、てな感じで、鬼丸は、まあ、天馬3のやっぱナンバー2っていうところも込めて、まあ第6位という感じにしました。第5位、ワルプルギスでございます。おい、うん、やっぱここら辺の順位とか結構、人によってあれかもしれないけど、ワルプルギス俺強えなぁと思いました。こうやって表、ランキングつけてたらね。はい。まあ、ギミック対応がね、まずクソ偉いです。まあ、マインダメオワープ。そして、魔法陣。もうこれ、シンプルなこと言うと、エビス足す、まあ、聖徳みたいな感じです。いけるところがね。いけるところがね。そいつらがいけてたところ、まあ、エビスは元素神もまあ一応あるんですけど、まあ、今の環境的にあんまりないんで、まあ、そいつらがいけるところをね、だいたいワルプルいればカバーできてしまう。うん、で、まあ、天馬さんとかもギミック完全対応。うん、殴り感も結構十分。うん、まあ、遅延という個性もある。で、友情が強いから、裏28、涅槃集会ではナンバーワン。うん、を放っている。うん。そう考えると、ワルプルってこいつ1体いるだけで難しいところいくつもいけちゃうな、みたいな。うん、しかもかなりの高レベルで。そうね。とんでもないキャラだなって冷静になんか評価つけてて思いました。まあプラスで将来性というのはやっぱ飛行不要っていう新しいなんか面白い攻略もできたりして、やっぱ他のキャラになんかね可能性を広げさせられる、うん、
ようなアビリティセットを持っていて、まあ耐久性もあって、マジさ、キャラ少ない人がそのワルプルギス持ってたら大抵のところまあ叶うと思うよ、これ。うん。うん。まあそういった意味も込めまして、はい、今回は第5位。かなり飛躍。まあ細かく見てったらワルプルやべえな、みたいな感じで5位にしました。はい。めちゃくちゃいいキャラですね、ワルプルギス。はい、第4位。ファウストでございます。いや、ファウストもね、だからね、天魔八まずやばい。普通に。まあ今だとちょっとナンバー2ぐらいになるかな。まあ貫通枠だったらナンバー1かな。そうね、組み合わせ無視すれば。はい。っていう感じでございます。まあ今でもしっかり強いけど、まあ上位の存在によって若干順位は落ちたかな、個人的には。まあだけど強いです。シンプルに。この SS、まあこの錬金術師の方ですと、やっぱり連続率緩和っていうのは、まあこれからも可能性ありますし、はい。まあ、友情も普通に強いんで。うん、爆発持ってるってのはやっぱり他との合わせとかもいいよね、こいつは。そうね。はい。で、まあもう一方の形態。まあこっちがね、最近ではね、評価高いかなとは思います。はい。友情強い方のね、ファウストね。はい。しっかりカウンターキラー L が乗ってしまうエナジーボール、まあホーミングっつうのはとんでもない火力感は今でもしています。まあ今、火属性の上位、まあ、エクスカリバー出しておきましょうか。まあ、あいつがまあ、いろいろクエストを終わらしてるんですけど、まあ、そいつともやっぱ違う面でいいところあるよね。やっぱりボスをワンパンしてしまう可能性があるっていう。まあ、これはね、かなりやっぱモンストってやっぱ周回ゲーじゃないですか。ワンパンで仕留めてしまって、まあ、ケイウサとかね、今月とかこういうコンテンツでも活躍できるファウストっていうのは、これは貴重かなと思います。なので、今ではこっちのね、覚醒者のファウストの方がかなり注目かなと思ってます。それプラス、やっぱ錬金術師のやっぱ天魔8もいけるよっていう。まあ、やっぱ強いね、ファウスト。うん。まあ、うまく使えば、まあ、天魔さんも別にいけますからね。そうですね。うん。あのステージの特性上ね。はい。まあ、そういったもろもろ加味しまして、第4位は、まあ、今でも、ちょっと役割を若干最近は奪われつつありますけど、このぐらいにいてもいいのかなと思います。はい。第3位は、ミカエルにしました。来ました。いやーもうね、ミカエルの、まあ、まず適正のクエストから話していきますか。まあ、木獄の涅槃。禁忌の深淵でございます。ちょっと今圧倒的すぎるかな。まあ、第10位で、泡盛は上げたんですけど、それとの合わせで、まあ、とんでもない感じ。俺もうミカエル泡盛以外でやりたくないです。俺もですね。あそこはね。まあ、一応その前ね、割合でね、やっていくっていう方法もあったんですけど、やっぱり速度感とかね、安定度っつったらやっぱこっちになってくるかなと個人的には思ってるんで、まあちょっとそこでの圧倒的活躍、今挙げたやつ、青森以外は、ちょっと、キングシンエとか無理なんで。うん。うん。やっぱそこでやっぱ、もう圧倒的1位を誇ってるっていうのはだいぶ価値高いなと思いまして、ミカエルはね、こうぐらいの順位にしました。別に近畿のね、黙々以外でも、まあしっかりミカエルの相方がね、多く存在するんで、で、こいつのギミック対応が優秀なんで、いろんなところに行けてしまうんですよね。まあ、プラスやっぱ友情も強いんで、ドッキラサイドしてしまえば。うん、まあ、友情が強いからもう別にギミック関係ねえよみたいなこともできるし。いろいろと器用だよね。こう見てもいいキャラだわ。めちゃくちゃいいキャラだと思います。まあ、だって超バランス型の、ドクヒラ M。はい。で、プラスで SS のまあ16ターンの方は2倍という高倍率ももらってますし、まあ、それ全部合わせると6倍ぐらい殴れるのか。うん。まあ、バカだよね。火力が。バカっすね。うん。属性効果超絶アップだったらまあ6倍ぐらい殴れるよって話。なるほど。うん、まあそう考えるとやっぱ、うん。まあ友情殴りとも超トップレベルの活躍をする。まあ将来的にはやっぱ、まあ今も転送株で活躍してるけど、もっとこれから転送株も増えてくると思うんで、うん。そっちにも期待できるしね。うん。はい。ミカエルは第3位にしました。まあ、目黒での評価かなりでかいです。はい。第2位はマイキーでございます。はい。まあまあ、天魔さんでやばいですよね。これナンバーワンだと思います。うん。やっぱ鬼丸の安定度。うん。鬼丸よりもっと安定度かな。高いかな。そうですね。はい。プラスで、まあ、速さも担保できる。煉獄の友情みたいな感じで、リフレクションリングがついちゃってるんでね。はい。すごく天魔さんの安定をもたらした素晴らしいキャラでございます。はい。プラスでね、やっぱりギミック対応、まあ、8つ持ってて、どれも優秀と。特にダッシュ L ファーストキラーとかいうね、殴りに特化した性能。まあ、ダッシュ L に関しては、その友情を活かすにもめちゃくちゃいいか。まあ、リフレクションリングがね。そう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 。これとかもね、プラス要素で、SS ターン短縮からの、はい。大号令もめちゃくちゃ強いよね。防御ダウン一定期間ダウンもなんか、ステージの手はかなり使えて、追撃とかもやっぱ地味にやっぱ仕事してくれる。
はい、すごくまとまったいいキャラがアニバーサリーにやっぱコラボキャラ強えなと思わせてくる、うん、感じだと思いました。まあ転送壁持ってるっつうのを今後に対してプラスかな。なんかありそうだもんね、やっぱ絶対ありますね。だって転送壁を軸にしてダメ音を満員いけるんだよ、めちゃくちゃ広い。まあマインドなんか転送壁はね、やっぱ、うん、まあミカエルラインとかね、そこら辺ともしかしたら喧嘩するかもしれないけど、全然マンジュの方が強いよっていう可能性も今後あるし、はい。まあ今の環境だったら素晴らしいキャラなのかなと思いまして、第2位にした。やっぱ友情殴り、どっちも強いキャラがやっぱ上位に来ちゃうね。まあね、やっぱスペックお化けですね。はい。はい、第1位もこれ圧倒的にエクスカリバーにしました。これは知ってたやつ。これバカ。まあ、こっから決めるよね、順は。はい。まあエクスカリバーなんですけど、まあ、ギミック対応的には、まあ、ワープ原則、魔法陣ということなので、まあ、そんな主要ギミックはワープと原則壁ぐらいになってくるとは思うんですけど、やっぱ友情がやばすぎるかゆえに壊してるところが多すぎる。まあ、最近のね、やっぱコラボ超究極系とか、まあそういうのではね、もうなんかエクスカリバーでよくね、とか、うん、一番びっくりしたのはディオとかかな。そうね。うん、まあだから、SS もそれになってるよね、壊すのに。そうですね。なんか、アビリティっていうかもうなんか SS と友情のせいでいけるところが多すぎるっていうね。はい。SS はカベトン大ゴールっていうモンスト界で一番強いの持ってます。はい。これでもう圧倒的火力。もう、ギミック関係ねえよ。ぶっ潰せやいいや、みたいな。もう本当、パワーを感じましたね。マジで無理やりいけるところが多すぎる。X に関しては。で、まあ適正としてはまあ、後になっちゃったんですけど、まあ天魔8とか、まあなんなら天魔さんもいける別に優勝強いから。うん。うまいやり方次第でね。これ天魔8の壊し方やばいですね、X さんは。まあ、想像通りの壊し方してくれましたね。で、合わせいいキャラもやっぱ出てくる。はい、今回ランキングには入ってないですけど、ヒアシンスとかね、そこら辺との合わせとかでさらに、まあ、バフを加えられるっていうか、うん。まあ、X をちょっと立てていこうっていう動きもなんか、今見られますよね。そういうところもめちゃくちゃいいかなと思います。はい。まあ、X はもう結構全属性の中で見ても、やっぱりトップレベルに入っちゃうんで、やっぱり非属性ではナンバーワンかなと思いました。はい、ということで、非属性のトップ10決まりました。こんな感じになりました。まあ、この1位はね、結構、皆さんそうなんじゃないって感じ。まあエクスカリバーはちょっとね、ほんとモンス全体の中でもちょっとやばすぎるんで、まあギミック対応関係なし、まあギミック対応もかなり偉いんだけどね、超アップと超原則っていう、アホみたいにもらってるんですけど、対応ラインではほんと無双よ。プラスで別に対応外のところでもやっぱ友情、SS がやばすぎて、なんか道理を無視している。ってところが多すぎるので、まあエクスカリバーは妥当の一番だったかなっていう感じです。まあ結構なんか、あれかな、人によって変わりそうな、このワルプル・オニマル・煉獄・エビスあたりかな、ショートとか。それそこは結構入れ替わりありそうですね。結構入れ替わりある。まあ、個人的にはやっぱワルプルのやっぱ対応の広さ。こいつ1体さえ持ってれば、その、ね、エビス聖徳の部分まかなってるってのは強いなとか思いまして。はい、ワルプルが個人的にはめちゃくちゃ評価上がりました。うん、ほんとワルプル1体持ってるだけで、結構難しいところいいな。いけるなっていう感覚があったので。はい。で、工場ではやっぱ青森が入ってね。まあまあ、新鋭系のは偉いかね、ほんとに。偉い。まあ、X、マイキー、ファウス、ワルプル、もうそこら辺がね、やっぱ深夜いけないんで、うんうん、シンプルにね、あそこきつすぎて、やっぱ見返ると青森の評価ってボーンって上がっちゃうかな、個人的には。とは思いました。はい。まあ僕はね、こんな感じの順位になったんですけど、まあ皆さんもね、いろいろ順位あると思うんで、ぜひ、意見があったら書き込んでみてください。ということで、今回は以上です。他の属性もまだやっていくので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。